今僕新横浜にいるんですけど、これねあんまよくわからないけど新横浜ね、今ね浜松から新幹線に乗ってきたんですよ。で、あの清水さんとねと会ってね、まあコラボもしたんですけど、まあまあまあその動画また出てるかな、わかんないけど、今日はねこの新横浜でまあ一泊するんですよ。でね、その泊まるホテルがね、これプリンスホテル、これプリンスホテルね一泊6000円ぐらいで泊まれたん、あの予約できたんですよ。すごくない？プリンスホテルって6000円で泊まれますね。しかもこの結構有名なやつですよね。どう、なんかスーツさんも泊まった気がするんですけどね、うん、あ新幹線発車するわ。はいはい、新幹線、はい、ご苦労様、浜松から新横浜までご苦労様。めちゃくちゃ早かったですよ。あっという間に着きました。新横浜相変わらず都会ですね。そういえばどすこいね、この辺り、まあこの近辺、まあどこかは言わないですけど、一応ねこの辺でね昔バイトしたことあります。3ヶ月ぐらいでやりましたけどね。3ヶ月続いたかな、うん、結構早く辞めた気がするわ。おお、新横浜ちょっとあんま見えにくいけど結構ビルがねすごいでしょね。この新横浜もね、この逆側の出口はもうただの住宅街なんですよ。普通のなんか住宅街って言ってもマンションがいっぱい建ってるんじゃなくて、戸建てとかなんかほんと新横浜の駅の前とは思えないようなね、篠原口だったかな、まあそういうのがねあるんですよ。ん、まあ今回はそれネタにしないですけどね。まあちょっとね今からこのプリンスホテル行きます。お大戸屋、ドスコイの中ではねこの大戸屋は東京名物なんですよ。東京で定食屋といえば大戸屋、一応ね大阪とか関西にも一応あるんですけど数がね少ないんですよね。あ、今日大戸屋食べようかな。ちなみにね今日あのホテル予約するのに使ったサイトはアゴダです。あれだけ文句したアゴダでねまた予約しました。結局アゴダ使ってます。一応ねアゴダの最大の難点はね、一人って入力しても二人になぜかなっちゃうっていうね、ものすごく何なんか意味不明な バグというかそういう風になってるんですよ。なんかね一人ってできないんですよ。でもそれを一応ね備考欄のところに二人ってあの表示されてるかもしれませんが一人ですって書くことによって解決しました。まああとはね、まあ一応使いやすいサゴだってね、あのサイト自体はね、うん、だからまあまあ、うん、で今日一応6000円でねプリンスホテル泊まらせてくれるみたいだし、うん、まあいいわ。てかね、あのプリンスホテルもそこに見えてるんですけどね、めっちゃ楽しみだ。いや結構高級ホテルじゃないの。プリンスホテルってね名古屋でも泊まったことあるし、名古屋のプリンスホテルめちゃくちゃいいですよ、うん、だから横浜もいいんじゃないの。あ、この前ね広島でもね泊まりましたけどね、そこまあ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 よかった、うん、だからいいんじゃないの。いや楽しみができた。よし、あ、早く早く早く、いや我慢できなかったけど、あー早く行こう。はい、じゃあ入っていきます。今チェックインしたんですけどね、何これ、クリスマスクリスマスしてますね。おークリスマスタワー、うーん、今日一人で来たけどなんかねあのリア充の気持ちいいです。おー、まさかこの新横浜でクリスマスを感じることができるとは。これ見て、ほらクリスマスクリスマスしてますね。はい、じゃあこのエレベーターでお部屋に向かいます。いやでも本当にチェックインできてよかったわ。なんかの間違いかなと思ってね、あのドスコイに名前言ったらね、最初ちょっと、ね、間があったんですよ。あ、ドスコイ様ですねって言うまで間があったから、え、もしかしてなんか勘違いかなって、プリンスホテルじゃなくてなんかパリンスホテルとかペリンスホテルとかなんか違うところ予約したのに間違ってなんかこう6000円で予約できたわーとか言ったのかなとか思ったんですけど大丈夫でした。んで16階、まあまあこれ一応高層階というか、まあ、まあ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 高層階じゃないけど、いやまあまあ高めのあの何高い、ね、値段は安いけど1612ね、値段は安いけどその高度は高いんじゃないですか比較的ね。うん、よかったよかった。16、あ、こっちじゃないわ。だってね1泊6000円ってねだいぶ安いですよ。最近でもコロナもだいぶ落ち着いてきてね、東京とかだとだいぶ高いんですよね。1609、だからね、あ、東京高いなと思ってね、もうちょっとこう、ね、郊外とか東京から離れたら安いかなと思ってね、埼玉とか千葉とか探したんですけど、そう、ちょっと何号室、もう何号室か忘れてもすぐ忘れるんで、1612、あ、これだ。で横浜見たらね、新横浜のプリンスホテルがなぜか安くてね、え？と思って、これにした、新横浜のプリンスホテルにしたんですよ。なんででしょうね。まあいいや。は
はい、安いものに何かあるのはね、世の常ですけどね、うん、まあまあまあよ。お、どんな部屋かな。お、まあ、普通ですけどね。なんていうの、部屋の状況したら普通ですけど、状況というか、この景色がいいんじゃないの。はい、ちょっと見てみましょう。なんか最近どすこいいんじゃないのってよく言ってますよね。いつからこれ言い出したんだろう。どすこいね、もう喋ってるうちに、なんかね、自分、方言生み出しちゃうんですよね。さ、どんな景色かな。おー、なるほどね。郊外ビューですね。郊外ってあれですよ。汚い方の郊外じゃなくて、何、都市の郊、でも向こう見たらほら、見えてますよ、港未来。向こう見たらね。真ん前は、これは、どっち向いてんだろう、これ。日吉の方向いてんのかな、ちょっとわかんないけど。あ、向こうに武蔵小杉見えてるか、ちょっと皆さん。あっちなんかピコピコになってるでしょ。あれ、武蔵小杉じゃないかな、違うかな。うん、今確認したらね、やっぱこれ、ちょっと見にくいけど、これ多分武蔵小杉方面だと思うわ。お、見て、下新幹線、おー、新幹線ビューか、いいね。でね、こっちの方が、菊名とか、鶴見とかの方ですよね。いやー、向こう、あ、ちっちゃく電車走ってるわ。あれ多分横浜線かな。まあまあ、わかんないけど。多分横浜線じゃないかな。ん？いやー、嬉しいわ。明日の朝、何度も楽しみ。まだ夜ですからね。で、今、どすこい、これ、この部屋の状況というか、この中、内装っていうんですか？普通って言いましたけど、このソファー置いたの普通じゃないですよね。普通のビジネスホテルにはこれ置いてないと思いますよ。で、これね、これとか。なんかちょっとあれ思い出すわ、カンデオホテルズ若干思い出すわ。ま、で、まあ、お風呂とかも、まあまあまあ。お、なにこれ？お、ちょっと変わってるね。面白い。ちょっと階段みたいになって、ここに、手とか置けるね。あ、いいね。よ、いいね、いいね。で、ちなみに、今回、関東ではね、まず、館山、千葉の館山、千葉の一番、まあ、南の端なんですけど、そこに行こうと思ってます。なのに、横浜に宿を取る、どうすこい。まあ、バスとか使ったらね、木更津の方からこう、ヒュッと行けば、なんか、髪の毛もある。まあまあいいや。木更津の方からね、東京湾、アクアライン乗ってね、行ったりはできるけど、普通、横浜に宿取らないですよね。まあ、とにかくね、安かったし、あとね、明日は休みにしようと思ってるんですよ。なんでかっていうと、明日、雨なんですよ。なんで雨なの？本当は明日行こうと思ったんですよ、館山ね。うん、でも、雨って言うから、もう、で、今日もね、雨だったんですよ。でね、明日ね、明日休みって言ったんですけど、もしかしたらメルロンさんと会うかもしれません。ん？あ、でね、これ、コインランドリー。ん？だいぶね、ドスコイの何？表面で盆踊りね、バイキンが盆踊り、踊ってる下着が増えてきたのでね、そろそろコインランドリーに行きます。おう、コインランドリーすごいとこにあるな。異様な空間、なんかコインランドリーって普通狭くないですか？ね、多分ここに壁あってもおかしくないですよ。こう壁あってもおかしくないと思うんですけど、広何これ面白いな。異様な光景だな。はい。じゃあ、ここでね、洗濯します。ディトゥージェントインクルーレッド300円。これ洗剤、込み。洗剤がね、もう、勝手に入るらしいですよ。便利ですね。どすこい、洗剤持ってこいが言われたらね、混乱するからね、ちょうどよかったわ。じゃあ、ちなみにこれ2階にあります。晩ご飯は新横浜の駅ビルのとこで海鮮丼食べました。はい。下着の上で盆踊りしてるバイキンたち全部やっつけました。うん。はい。これで、また旅行が、何？旅行延長作業完了だわ。早と4日間ぐらい旅行できます。まあ、そんな長いことしないけどね。チク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 ターン！で、朝になったんですけどね。まあ、朝になったから、ちょっと明るいんですよ。うん？雨降ってるからね。やっぱ雨降ってるわ。ちょっと若干暗いというか、朝にしては暗いんですけど、まあ、でもね、かなりいい感じの景色です。カメラ変えるわ。ほら。どうよこれ。まあ、ちょっと伝わってないかな？どうかな？肉眼で見たらね、朝ね、おおって思ったんですよね。この家が、ブワーってなるとこ、家の海。これもね、これはこれで結構、いいですね。なんかすごい、迫力ありますよ。これはい。で、港未来の向こうに見えてる味わい深いですね。おー、昼間もいいね。で、これが、これなんだろうな、鶴見か？なんか、蒲田かな？なんかちょっとまた後で調べるかな、わかんないけどね。でね、これリコ。
リコ。リコって有名ななんか会社ですよね。で、横浜アリーナですよ。ちょっと見えにくいけど、これ横浜アリーナですよね。ん？あ、向こうもなんか、あれ武蔵小杉か。いや、もう全然わかんない。あ、武蔵、あ、あ、二子玉川かな。まあまあ、ちょっとまあわかんないけど。さっきメルロンさんから連絡来てね、会いましょうって、ん？言うことになりました。ん？ちょっとね、今から、電車に乗って、蒲田で会うことになったのでね、ちょっと蒲田行きます。はい。お着替えしました。ん？まあ、毎日同じ服ですけどね。これしか服ないから、今回の旅行ね。はい、じゃあちょっと行きます。プリンスホテルなんか、かっこいいわ。あ、クリスマスツリー。今どこ行ってもクリスマスツリーですね。はぁ、あ、もう雨勘弁してほしいわ。外の景色全然撮れなかったわ。はい、じゃあちょっと横浜線乗ります。駅から見るプリンスホテルもかっこいいわ。で、蒲田に行くにはね、京浜東北線に乗らなきゃいけないんですけど、このね、京浜東北線の快速がね、停車駅が味わい深いんですよ。何が味わい深いかっていうとね、ほぼ止まるんですよ。ね、郊外というか、都心以外ほぼ止まるんですよ。で、都心だけほんの少し飛ばすんですよね。これがね、味わい深い。まあ、前はもっとね、停車駅少なかったんですけどね、このね、神田も通過してたし、まあ、並走してね、他に電車があるから、まあ、別にこの電車そんなにめちゃくちゃ飛ばす必要ないってことですよね。ご乗車ありがとうございます。はい、ってことで、蒲田着きました。この蒲田ってね、これ真ん中になんかその乗り場でしょ。これね、折り返しする乗り場なんですよ。だから始発列車来る乗り場なんですよね。そう、蒲田ってね、東京都内でね、もう品川からめっちゃ近いのに、蒲田折り返しの電車あるんですよね。これ味わい深くないですか。まあまあ、あれからどうでもいいかな。いや、もう蒲田ってもうちょっと先まで、せめて川崎まで行こうよって思いません？これ中途半端な行き先。まあ、蒲田も結構大きな街なんですけどね。なんか川崎って大きな街です。もう一駅向こうにあるんだから、そこまで行けばって思うんだけど、まあまあまあ、味わい深いわ。はい。ってことで、メルロンさんに会います。で、メルロンさんと、ね、会うのはね、11時10分に待ち合わせになってるんですよね。最初メルロンさん11時って言ってたんですけど、あ、てか、放送、まあまあまあ、その仕方ない。うるさいのはどすこいですからね。ん？何だったっけ？最初メルロンさん11時どうですかってね、言ってたんですけど、どすこいがね、いや、11時にちょっと行けるかなと思ってね、10時に起きたからね、11時、10分でどうですかってちょっとね、余裕も出したんですよ。余裕も出したのに、今11時11分。ちょっと遅れてるんですよ。あー、どすこいわ。ダメだわ。まあいいわ。はい、ちょっと行きます。多分そこにメルロンさんいるんじゃないかな。はい、ってことでね、メルロンさんと合流しました。はい、で、今からご飯食べるんじゃなくてね、もうね、ご飯食べたんですけどね。美味しかったですね。美味しかった。そう、今日はね、なんかそこの焼肉屋、そこ3階ぐらいの焼肉屋で食べたんですけどね、めっちゃ美味しかった。安くて美味しいんですよ。いや、皆さんもぜひ行ってくださいね。焼肉ひろきね、この蒲田でね、でメルロンさんおすすめの焼肉屋です。うん、そうそうそう、東京の、うん、住みたくない街ナンバーワン。そうなんですかね。蒲田って今は分かりません。昔綺麗になってるらしい。昔ちょっと、あ、まあ、川崎って昔治安悪かったもんね。昔は、川崎もここも治安悪かった、うん、あー、そっかそっか。川崎はでも今綺麗ですね。川崎めっちゃ栄えてますよね、はい、そう、昔友達が川崎にいて、あー、そうなんですね。で、駅前びっくりするぐらい栄えててね、どんだけ、ま、店あんのみたいな。なんかイオンモールぐらいの規模のやつが3つぐらいじゃないですか。はい、めっちゃ駅前にありますね。配置されてますもん ね。そうですよね。家族連れでいっぱいですよ、そこに。ねえ、すごいですよね。そうで、ラチッタデッラとか名前がちょっとね、スペイン語になってて、あ、その時代にできたんかってね。だから今はその新しい何かができたら日本語の光栄とか多いじゃないですか。渋谷なんかはそうね。あと大阪やったらハルカスとかね。ハルカス、まあまあ一応日本語ですもん ね。で、そのだいぶ20年ぐらい前は英語 のやつが多くて、はいはい、でなんかだんだん英語飽きてきて、はい、だんだんフランス語とかスペイン語とか使い始めた時期に多分拉致されてるだけで、そういう時代に名前を付けられたかも、うん、かもみたいに思ったんですけど、なんでこの話始めたか分からへんけど。川崎の話から、川崎から急にね、拉致されてなりましたね。うん、そうそうそう。
まあそんな感じかな。美味しかったです。いや美味しかった本当に。うん。息子さんも、はい、あのめちゃくちゃお可愛い感じで。お可愛い。僕37でね、23でしたっけ。23です。ああ、ね、全然値段、ね、値段じゃない。値段じゃない。ね、年齢値段じゃないですよ。年齢ね全然違うんですけどね。うん、10、10、13歳、結構離れてますね。14、37ですね。37 14歳、14歳、すごいですね。いや、お兄さんです。尊敬できるお兄さんです。ね、まあ今日はね、もう急にあの急遽会うことになってね、僕が勝手にあのじゃあこっち来られるっていうことだ。そう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 、メルノさんね、そういうとこあの積極的ですからね。で結構メルノさんこう人に会ったりしますもんね。そうですね。ね、まあそんな感じかな。んってことで、うん、まあまあ、まあいいや。はい、とかメルノさんと楽しいおしゃべりでした。あ、てかあの、蒲田の景色全然見えてないですよね。蒲田ね、今日雨降っちゃってね。そうそうそう、撮りにくいんですけどね。まあまあまあ。そう、今日雨降ったから、あの街歩きせずにメルノさんと会うことにしたんですよね。そうそう。はい、じゃあ。でね、今日雨だから、もう撮影めっちゃしにくいんですけど、ここちょうど屋根あるのでね、ちょっとこう屋根の下から、あの、街歩きというか、その、駅前レビューみたいなのちょっとしようかな。はい、まずこれ。駅前、これ雑居ビルです。もう、てか、蒲田ってもう雑居ビルだらけですね。高層ビルってのはないかな。基本的には結構雑居って感じですね。でね、メルロンさんとご飯食べてたのはね、今ちょうど木で隠れてるけど、焼肉屋さん？これね、隠れてます。名前もだからちょっと見えないけど、なんとかってところでね、食べました。ここね、なんかコスパが良くてね、700円ぐらい。で、700円で結構お腹いっぱい焼肉食べるんですよね。んってか、さすが東京人多いからね、取りにくいな。まあまあまあいいわ。商店街がいっぱいあってね、なんかいい感じの街なんですよ。うん。で、なんか昔は結構治安が悪かった。うん。隣の川崎もね、結構昔から結構治安悪いって言うんですよね。でそこから、まあ、あの県境を越えたら結構その隣町になるので、ここも結構治安悪かったのかな。今はどうか、そんな治安悪いって聞かないけどね。うん、なんかいい感じにね、あの商店街がいっぱいあってね、で飲み屋さんとかあるのかな。でどこもね、正直あんま知らないんですよ、この蒲田。うん、昔川崎に友達がいてね、まあ、どすこいのね、あの数少ないね、まあ、心の通ってない友達がいたんですけどね。で川崎よく行ってたんですけど、であと日吉からもねバスがあってね、川崎によくねクリスピークリームドーナツを買いに行ってたんですけどね、この蒲田はほぼ来たことなくてね。で蒲田っていうとね、ある一定の年代以上のより上の人はね、蒲田といえば蒲田行進曲だねってよく言うんですけど、うちのまんまもよく言うんですけどね。うん、でもあのドスコイはそれ知らないわ。ドスコイの世代じゃないのかな。んまあいいわ。ちょっと歩こうかな。あとあの中ね、あのアーケードだから中ちょっと行けるかな。はい、アーケードの中はこんな感じ。うん、まあそう、関東ってね、このアーケード比較的少ないんですよ。まああるのはあるんですけど、西日本に比べると少なくなるんですけど、蒲田はその中でまあ一応珍しいって言えるかもしれないですね。でこれ見て、お菓子の町岡。そう、これ見ると首都圏って感じするわ。お菓子の町岡とかね、大戸屋とか見るとね、首都圏だなって思うな。まあ、花丸丼とかどこでもある感じですね。お、これとか。現金問屋、レン口なんとか読めないとかよくわからないけど、まあ、こちらさんですね。あ、これとかもね、もしかしたら、あの、蒲田らしいのかな。全然知らないですけどね、蒲田ね。おー、家具屋さんいいね。おー、昔ながらの。うん、あ、洋服の酒膳、これもね。これもなんか東京って感じするわ。首都圏このね、酒膳、この何、何石塚なんとかさんのね、やつね。あ、見て見て、多い感じ。東急、玉川線か走ってるわ。いいね。この辺ね、いいけどね。全然馴染みがないわ。東京靴流通センター。あれは別に東京なくてもあるかな。お、このクリエイティブコア。お、なんか昔ながらの時代でいいね。まあ、そんな感じかな。パレットプラザ。だからあれだと、東京ではね、都会か田舎かみたいな話を、まあ、最近ね、どうすかメインのチャンネルでやってるんですけどね。あなた東京はその都会で当たり前なんだな。だって東京なんだもん。だからあんまり東、だから東京だけどこの街は栄えてますねとは言えないわけですよね。で、東京だから栄えて当たり前なわけですよね。なんか難しいな。あんまりそういう話できないですよね。だってこう、しかも東京の中でもこう東京23区ですから、ね、東京23区って日本最強の自治体ですからね。まあ、23区って自治体はないけど、
その中23個に分かれてるわけだけども、ここは大田区か、ね、大田区って別にそう23区の中でも別にその、栄えてないわけでもなく、難しいな、ネタにするのはね。まあまあまあ、だから行けるとこ行くとすごいでね、ちょっとこうやってゆるーくやっておきます。ベジタブルファーム、うん、結構あれだな、チェーン店であふれ返ってるわけじゃないですね。あ、これ日の焼カレー、これ初めて見た。うん、名物カツカレー、美味しそうだね。あ、もう全部カレーで覆われて白い部分ないわ。へえ、ね、でも食べたいとこだけど、今日さっき食べた焼肉食べたからね、美味しかったわあれ。メルロンさんのね、おすすめのね、焼肉屋さん、うん、あれね、700円でね、さっきも話したからこの話お、トラヤ、あれ、この自動販売機なんか安くないですか。ペプシ生、ほんとすごい、この生のやつ好きなんですけどね、110円安いですよね。うん、で、あとこれ何、麦茶とか天然水も全部100円。なんで安いのね、東京だから高くなりそうなのね。あ、ちょっと誰か人待ってこっち行くわ。うん、はい。まあ、なんか中途半端なんですけど、終わり。メルロンさんのチャンネルね、この下に貼っておきますので、もしよかったら見てみてくださいね。ん？ビルのね、なんかビルマニアなんですよ、メルロンさんは。ん？で、ビル一個一個の説明をしてくれてね、なんか、面白い、新感覚の動画ですよ。ん？他にあんなことしようしないですよ。見てみてくださいね。さようなら。